11月17日に、柏レイソルを相手にですね、横浜 F マリノスの皆さんが試合を行うんですが、その日をですね、ホームタウン感謝シリーズということで、横須賀に感謝ということで、本当に日産スタジアムを横須賀一色に染めていこうと、そんな思いで私どもいるんですが、今日は横浜 F マリノスからですね、海津明社長をはじめとして、横須賀出身の谷口裕之選手、そして小野裕二選手、そのお二人の選手がわざわざこうして市役所にお越しいただきました。現在18チーム中7位ですけれども、我々の最低限の目標であります3位までは勝ち点差5、つまり我々が2連勝をして上が2連敗をすれば3位以内に入れる、こういう極めて至近距離におりますので、残り4試合我々は全勝するつもりでおります。その中で唯一我々より上位にいるチームと対決できるのはまさに11月17日の柏レイソル戦だけです。あとは我々より下のチームですので、ここに勝つのは当然ですけど、やはり柏を食わないと上に行けませんので、そういう意味で横須賀市民の皆さんの熱いご声援をですね、当日はお願いしたいと思っておりますので、ぜひご家族お知り合いをお誘い合わせの上、日産スタジアムにぜひ足を運んでいただければと思います。横浜 F マリノスの谷口です。柏レイソル戦は本当にいいプレーをして勝ちたいと思いますので、もし時間があったら見に来てください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。横浜マリノスの小野裕二です。11月17日の試合、まずは柏レイソルに勝てるようにで、イベントとかもたくさんやってると思うので、そちらも皆さんにぜひ体験していただいて、本当自分たちがいい試合をしてまた見に来てもらえるように頑張るので、ぜひ応援しに来てください。お願いします。質問タイムにします。お二方の選手に質問どうぞ。はい、はい、じゃあ2人の尊敬する選手を教えてください。は松田直樹選手、はい、尊敬してます。理由は、やっぱり、自分はああいう熱いプレーをする選手が本当好きなので、自分もああいう、サポーターとかファンの方々から、愛されるような選手になりたいなと思います。はい、僕は、横須賀出身の、寺田修平さんという選手なんですけれども、川崎フロンターレで一緒にプレーしてて、その人を尊敬しています。海外で好きなサッカーチームは？海外で好きなサッカーチームは、ありがとうございます。僕はマンチェスターユナイテッドが好きです。理由は、基本的にプレミアリーグが好きで、サッカー選手で僕ルーニーが好きなんで、はい、マンチェスターユナイテッドが好きです。僕はバルセロナが好きです。はい。我が家もバルセロナファンなので。それぐらいいいサッカーできるように頑張ります。